が混然一体となって展開するこの映画のポスターも、乱歩の描く耽美な世界同様、奇怪な雰囲気を醸し出しています。実はこの映画のポスターを描いたのが、カルトファンの間で絶大なる人気を誇るホラー絵師、漫画家の丸尾末広さん。ホラー専門のアーティストとしてこの道一筋18年、レトロでノスタルジックな雰囲気と相反するように描かれる残虐で不気味なシーン、前編を通して貫かれるグロテスクな表現、そして際どい性描写が言い知れぬ恐怖を演出します。絵画じゃないし、グラフィックアートなわけだから、なんかこうやっぱ暗いとかね、そういう気持ち悪いとかっていうものはやっぱタブーなんですよね。だからそういうものじゃなしに、やっぱもっとこう明るくてハッピーなものの方がお金になるわけだから、当然そういうものばっかり、怖いものばっかり描く人っていうのはね、いなくなっちゃいますね。丸尾さんが漫画家として最初に注目されたのはバラ色の怪物という作品。単なるグロテスクな描写ではなく、人間の心の奥底に潜む欲望を捉えたこの作品は、80年代のアンダーグラウンドのアートシーンに強い衝撃を与えました。一方イラストでも活躍、荒俣宏さんの帝都物語では挿絵も担当。僕が一番想定していた、大正から昭和初期にかけての、まあいわゆる血みどろえですね、そういう血みどろえのムードが、あそこまでなんていうのかな、ある意味ではレトロな絵を、しっかりと描く若いアーティストがいたんだなということで、驚きましたね。デビュー以来、緻密な描写でひたすら恐怖を追求、独自の世界を展開し続ける丸尾末広さん。エロなのかグロなのか、それとも真の芸術なのか、この後スタジオに丸尾さんのホラーアートが登場します。ですね、ホラー絵師で漫画家の丸尾末広さんにスタジオにお越しいただきました。怖い絵ですね。怖いですね。もう、丸尾さんが、いや違う、丸尾さんじゃないですか。で、ね、こちらに作品を今日はですね持ってきていただいたんですけれども、やっぱりなんか俺は浅草だから浅草って感じするんだな。あ、そうですね、浅草で懐かしい感じするんですか。うん、なんか子供の時こういう感じなんだよね。花屋敷のこっちにその見せ物小屋があったんだけどね、こんな感じだよね。これ怖いですね。こちらもまたこういうね、こういう帽子が何とも言えないんだよ。この帽子のあんちゃんがね、子供の前に立ってるだけでね、一つの雰囲気あるんだよな。あとなんかありえへんね、関節の曲がり方とか怖いですよね。ね、怖いですよね。血とかよりもなんか丸尾君に挿絵を描いてね、本を出したことあるんですよ、負けちゃうんですよ絵に。あまりにも絵のイメージの方が強すぎちゃってね。だからすごい怖いですよ、彼と組んで仕事するっちゃ。丸尾さんのクリスマスカードとか怖そうですよね。メリークリスマス。前に丸尾君のうちにね、その泊まりがけで遊びに行ったんですよ。で夜中に、ね、勇気ありますね。仕事がないから、はい、ぼーっとしてたら丸尾君がね、高橋さん死体の写真集見るとか。夜中にやるかって言ったの。絶対泊まりたないわ。死体の写真集。やっぱり丸尾さんそういうの好きなんですか。いや、なんか持ってきてくれる人がいるんだよ。中学生がエロ本見るか言うのと一緒じゃないですか。そしてこちらが丸尾さんのホラーコレクション。あら、これは映画のポスター。いいですね、大丸ラケット。一応ここで笑わしで入ってる。笑わせないとやっぱりもう日本のホラーは怖すぎますよ。上端にしちゃわないと、もうこれはもうお岩さんとかね、まともに見たらないから。ちっちゃい時見たんとかやっぱ寝れなかったですけどね。これ家に飾ってるんですか、やっぱり。これ飾ったりもしますね。別のことはしまうこともあるんですか。基本的に。いや、また別のものを集めてきたりすると、それと取っ替えたりするので。丸尾さんとこ行ってみたいな。行ってみたいよね。一人は嫌やけど、団体で。なんか行ったら奥さんが、あの、しだらけでツイッターって言ったら、やめてくださいよ。いらっしゃいます。それコレクションじゃないですよ。叩いてたら、これはすぐ帰ってください。